出雲振根は、日本書紀等に伝わる、古墳時代の地方豪族。古事記には彼に関する記載は存在せず、ヤマトタケル命が、出雲建を倒すときに、同様の行為をした、と伝えられている。日本書紀末期、第5によると、崇神天皇は軍神に詔乗りして、武日将命、別名武位取、あるいは天恵比須取が、天から持ってこられたという神宝が、出雲大神の宮に収蔵してあるのだが、これを見たいとおっしゃられた。そこで、使者として、矢田部造の遠い祖先である武将住と伝わっている、武将を使わして献上させた。この時、神宝を管理していたのは、出雲神の遠い祖先である出雲振根が功名を受けて、弟の管美管日卿と息子の寿帝につけて、神宝を貢ぎのぼしてしまった。筑紫から帰ってきた振根はこのことを聞いて、弟を責めた。数日待つべきであった。何を恐れてたやすく、神宝を差し出したのか、心の傷が癒えなかったのか、そのことを何年も根に持った振根は、弟を殺そうと思い立った。この頃、留屋の縁に朝座が生い茂っている。一緒に行ってみてほしいこう言って、弟を誘い出した。縁のほとりにたどり着いて、兄は弟に言った。縁の水が清い。どうか一緒に水浴をしないかそう言って、弟を誘い出し、先に陸に上がって、弟の刀をあらかじめ作っておいた本物そっくりの自分の木刀とすり替えた。弟は驚いて、兄の木刀を手に取ったが、木刀を抜くことはできなかった。そして、振根は、飯入り根を切り殺してしまった。時の人はこの情景を、以下のように和歌に詠んだ。役も立つ出雲たける大巻さみなしに、あわれ藩入根の弟と子供はこのことを詳しく朝廷に訴えた。その結果、振根は天皇の遣わした将軍、吉備津彦のと武帝川別によって殺されてしまった。その後、出雲神はしばらく出雲大神を祀らぬままでいたが、丹波国表上郡の女性で、郡香土編という人が皇太子に自分の幼子が歌っている歌を伝え、その結果、天皇は鏡を祀らせた、という。この8年後に、崇神天皇は崩御している。初期末期、第6によると、崇仁天皇26年には、天皇の命で、大連の物部栃根が、出雲に、神宝の献御をしに行ったと伝えられている。上記の物語は、景行天皇の時代に、大和武命が、出雲建を殺した策略とほぼ同じで、伝承の混同が見られる。なお、初期の日本穂高は、熊襲征伐の帰路に吉備と難波の神を退治しているが、出雲には立ち寄ってはいない。古代人にとって、神宝を提出させるという行為は、他の集団が所有する神宝の霊力をその集団から奪い去り、自己の集団のものにするという意味を有し、ある祭祀集団が他の祭祀集団を支配下に置くときに行われている。日本各地でこのような形での祭祀集団の統合が行われていたことが伺われる。出雲の場合には前述のような兄と弟の内抗が発生しており、出雲勢力の中に飯入根の息子や弟のような敵方への内通者がいたということや、国内が飯入根の反戦論、振根の主戦論に分かれていたことが描写されている。ありがとうございます。